今日もしやすいネットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。料理の監修はデリシャスのリピーです。さあ画面に合わせて一緒に料理を作りましょう。今日の料理は麻婆茄子です。まずは材料から。茄子び3本、豚ひき肉 150g、 冷凍パプリカ 150g、米油大さじ3杯、なければサラダオイルでも大丈夫ですよ。今日は市販の麻婆茄子の素を使います。5コーコ少々、下ごしらえをします。まずは茄子からカットしていきます。ヘタを取ります。ヘタを取った後、残っている皮もきれいに取ってくださいね。そしてまず横に半分に切ります。今度は縦に半分に切ります。縦に半分に切ったものをさらに縦に4等分にします。するとちょうどいい大きさになります。切ったものはボウルに入れて水につけておいてください。10分ほど水につけたらザルにあげて水を切ります。するとこのようにアクが出ます。アクが抜けると美味しくなりますよ。茄子はキッチンペーパーでしっかり水気を取ります。水気を取ることで油跳ねを防ぐことができます。上からもキッチンペーパーを当てて軽く水気を取ってください。このような感じです。では調理に入ります。冷凍パプリカは解凍せずにそのまま使います。フライパンに火をつけてよく熱します。フライパンが温まったら油を入れます。油をよくなじませます。油がなじんだらまずは茄子から炒めていきます。茄子を全部入れます。そして木べらで炒めていきます。軽く表面の色が変わるぐらいまで炒めてください。このぐらいの感じです。次に冷凍パプリカを入れていきます。冷凍パプリカも全部入れます。入れたら木べらで炒めてください。このぐらいまで炒めたら一旦バットに移します。次に肉を炒めます。もう一度油を引き直してください。豚ミンチを入れていきます。ヘラでばらしながら炒めていきます。このように全体的に火が通るように炒めてくださいね。こ
このような感じです。肉を炒めたら麻婆茄子の素を入れます。麻婆茄子の素を入れたらまんべんなく混ぜてください。混ぜたら先ほど炒めた茄子とパプリカを入れていきます。茄子とパプリカを入れたらひき肉を絡めるように混ぜてください。さっと混ぜたらごぼう粉を入れます。麻婆茄子の素だけでも美味しいですが、ごぼう粉を入れると一層本格中華料理の味に近づきますよ。ごぼう粉を入れたらさっと混ぜて出来上がりです。このような感じに出来上がりました。お皿に盛るとこのような感じになります。今日の献立は麻婆茄子ともやしと人参とほうれん草の和え物とアスパラの豚肉巻きです。副菜も掲載予定ですので登録しておいてメニューに困ったとき使ってくださいね。なおその他のレシピはウェブにて公開中です。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイシャスイネット。